こんにちは、大宮です。今日はベル&ロスニュー BR03 ブラックマットを紹介していこうと思います。2006年に発表されて以来、ブランドのアイコンモデルとして多くの時計ファンを魅了してきた BR03 モデルがリニューアルされました。モデルが持つ魅力はそのままに、ディテール部分でたくさんの進化を遂げ、生まれ変わった新作モデルをご紹介します。今回の動画では、はじめにウォッチボックス、時計のサイズやケースについて紹介します。そして文字盤、時計の裏側、ベルトの解説、最後に実物を見た感想についてもお伝えしますので、ぜひ動画を最後まで見ていただいて、何かコメントを残してもらえると嬉しいです。まずはウォッチボックスですが、ブラックの外箱にはベル&ロスのロゴが入っています。内箱はブラックのソフトレザーにベル&ロスのロゴが入ったシンプルなデザインになっています。無駄のないデザインは時計をつける前の気持ちを高めてくれます。シンプルですごくかっこいいですよね。中にはユーザーガイドとギャランティーカードが同梱されています。それでは今回紹介する腕時計について見ていきましょう。今回ご紹介するのはベル&ロスニュー PR03 ブラックマットです。 PR シリーズは航空ケーキをそのまま腕時計にコンバートした独創的なデザインが特徴です。初期モデルである BR01 のケースサイズを 46mm から 42mm に縮小し、2006年に登場したのが BR03 です。魅力的なデザインはそのままに、より着用しやすいサイズに進化したことで一躍人気コレクションとなり、ブランドの知名度を拡大するきっかけともなりました。 BR03 ブラックマットは、落ち着きのあるブラックマットな外観が目を引くシリーズ。秀逸なデザインはもちろん、傷がつきにくい特性を持っています。今作は実に17年ぶりものリニューアルを果たした BR03 の一つです。独創的なデザインや優れた視認性など、モデルの魅力はそのままに、ディテール部分で多くの進化を遂げています。それではまずはケースについて見ていきましょう。スクエア型ケースにラウンド型の文字盤、角に施された4本のネジというブランドを象徴するデザインとなっています。これは BR シリーズの原点ともいえる BR01 から現代に至るまで受け継がれているデザインコードです。コックピットのケーキからインスピレーションを受けており、ミリタリーテイストを取り入れた他にはないオリジナリティの高いデザインが特徴です。ケースサイズは 41mm、 厚さ 10.6mm、 これまでのモデルがケースサイズ 42mm であったため 1mm 小さくなっています。ケース素材はブラックセラミックで、落ち着きのあるマットブラックの質感が目を引きます。セラミックは熱や酸、腐食や摩耗に強いため、航空や宇宙工学の分野で使用されることの多い素材です。ベル&ロスではこのセラミックを再加工することで、セラミックが持つ軽量で傷がつきにくく変色しにくいという特性をさらに高めています。マットブラックは反射を抑えた航空ケーキ板を彷彿とさせており、デザインはもちろん、実用的なデザインコードを重視しているのもポイントです。またソフトで付け心地が良いのも見逃せません。肌に直接触れるツールだからこそ、優れた付け心地は大きな魅力と言えるでしょう。ケースの角にはブランドを象徴するデザインにもなっている4本のネジが施されています。ケースと同じブラックのカラーで自然に馴染み、ケースとの一体感のある仕上がりとなっています。ネジの切れ込みは文字盤の中央に向けられており、さりげないところまでブランドのこだわりが感じられます。リューズには細かな刻みが入っており、スムーズな操作感が魅力です。リューズの側面にはベル&ロスのロゴマークが刻印されています。全モデルからの変更点は、ケースサイズが縮小したのに加え、コーナーの角度が旧モデルよりも丸みを帯びています。ラグの形状とラグそのものの太さがわずかに細くなっているため、新旧モデルではベルトの互換性がありません。ベルトだけ購入する方はご注意ください。反射防止サファイアクリスタルガラスを搭載しているため、太陽光や蛍光灯などの強い光の下でもガラスが反射せず、しっかりと時刻を把握できます。次は文字盤について詳しく見ていきましょう。ケースと同じブラックの文字盤に、スーパールミナバをコーティングしたホワイトプリントの大きめの数字と、バーで構成されたインデックスと針は、昼夜を問わず一目で時刻を確認できます。ブラックとホワイトのシンプルで純化されたデザインは、まさに形は機能に従うというベル&ロスのコンセプトを体現していると言えるでしょう。文字盤には全モデルからの変更点がいくつかあります。一番わかりやすいのが、6時位置に印字された BR03A の文字。全モデルでは BR03-92 と印字されていました。
BR シリーズのモデル名は末番にすべてエタのムーブメントナンバーを採用しており、92という数字も搭載ムーブメントのエタ 2892A2 から由来しています。今作からは新たなムーブメントへとアップデートされたことで、 6G1 の印字も新たに変更されています。もう一つの変更点としては針の太さがあります。全モデルよりもわずかに自針と単針が細くなっており、見比べてみると少しすっきりした印象になっています。針はホワイトスーパールミノワ加工を施されていますが、根元はあえて黒いままになっています。針のすべてを加工せず、不要な部分はブラックのままにすることで、より時刻を把握しやすい工夫がされています。こうしたディテールにも余念がないのがベル&ロスの魅力ですね。インデックスは12、3、6、9の文字はアラビアタイプ、その他はバータイプを採用しています。大きなインデックスはもちろん、分針と秒針が分刻みに印字されたメモリまで伸びていることで高い視認性を発揮しています。12G1 にはブランド名、4時と5G1 の間には日付表示、6G1 にはスイスメイドの文字が配されています。時刻を把握するという時計本来の役割を最大限に発揮しながら、実用性やデザイン性もバランスよく保てるのはベル&ロスだからこそなせる技と言えますね。次は時計の裏側を見てみましょう。裏蓋はケースと同じブラックセラミックで、中心にはブランド名であるベル&ロスの文字、上部にはパイロットウォッチであることを示すアビエーションタイプが刻印されています。角には表と同じく4つのネジが止められています。ムーブメントは最新世代の自動巻きムーブメント BR キャリバー302を搭載。全モデルとキャリバー名は変わらないものの、パワーリザーブ40時間から54時間へと実に14時間もの長時間化を実現しています。これまで2日以下であったパワーリザーブが2日以上になっており、より実用的になったと言えるでしょう。ベルトはブラックラバーストラップを採用。全モデルではラグ近くにロゴの BR マークが刻印されていましたが、今作ではベルトの剣先の方へ移動しています。バックルはステンレススティールにマットブラック PVD コーティングが施されており、ベルトと同じカラーに統一されています。ベルトの穴にピンを通すことで着用することができます。通す穴を変えることで簡単に腕周りのサイズが変えられるのが魅力です。交換ベルトには合成ブラックファブリックストラップが付属しています。ベルトを交換することで MA1 をはじめとしたミリタリースタイルに合わせやすくなるでしょう。交換ツールも付属しているので、いつでも付け替えができるのは嬉しいですよね。防水性は 100m 防水。過酷な環境に立ち向かうプロフェッショナルに向けて作られるベル&ロスの時計はどれも高い防水性能を備えています。雨や汗など水に強い設計が魅力ですが、柔らかい布で汚れを拭き取るなど日々のお手入れも怠らないことも重要です。正しい使い方とメンテナンスを行うことで長く使い続けることができるでしょう。今回のベル&ロスニュー BR03 ブラックマットの感想ですが、これは実際に見てみるととても魅力にあふれた時計だと感じました。アイコニックな四角のケースのデザインはシンプルでありながら力強さを感じました。丸い文字盤デザインも見逃せないポイントで、より洗練された無駄のないデザインが印象深いものでした。さらにラバーベルトも以前のモデルよりも細身に仕上げられ、洗練された作りに加え装着と取り外しがより簡単になったことを実感しました。ベルトループも2つになって収まりも一段と優れていると感じられました。形は機能に従うという哲学に基づいて生み出されたプロフェッショナル仕様の最高級機能性とデザイン性を融合させた最新の BR03 はベル&ロスを初めて選ぶ方や洗練とシンプルさを求める人々におすすめの一品です。お取り扱い店舗は大宮、心斎橋店、京都店、仙台店となっております。ご購入をご希望の方はぜひ店舗までお問い合わせください。概要欄にもリンクや詳細を記載しておきます。また保証期間は2年間となっております。ということで今回はベル&ロスニュー BR03 ブラックマットについてレビューしました。本日の動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。この動画がいいなと思ったらぜひ高評価もしくはチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントで感想やレビューをしてほしい時計のリクエストを教えていただけますと嬉しいです。それではまた次回の更新をお楽しみに。ありがとうございました。